どうもパピチンでございます。ときメモ4続きからやっていきましょう。今日は3月6日なんですけども、明日から期末試験なんですよね。というわけでもう時間もないんですけど、まあ勉強最後に追い上げやっていこうかな。まあ文系でいいかな。まあ多分芸術理系あたりはもう基準値は達してる、×まあ長所を伸ばしていこうかなと思います。挑みましょう期末試験。これがなんか丸じゃなくて二重丸になる日が来るのかな。なんかずっと平均な気がする。成績を100位ぐらいはキープしてるよね。いや150、本当は150を欲しいんだけどな。ちわきで期末試験お疲れと。ホワイトデーと試験結果発表が被ってんだよね。であとはまあ卒業式、終業式あたりか。ボランティア、あー、先生に呼び出されるやつね。ただ俺もうデートにさ、誘うとなんか宮子がやっぱ怒るから、スタンドを使って。いや、どうしようもないんだよな。あ、宮子。お前のそのスタンド攻撃、精神攻撃やめてくんねえか？頼むから。なんだあいつ、いきなり電話切ったりして、しょうがない。もう一度電話するか。もしもし。さっきはごめんなさい。あなたの声聞いたら息苦しくなって。話なら何でも聞くから。もう今言ったよな、何でもって。じゃあ女の子の評価教えてくれ。なんでだよ、何でも言ったじゃんかよ。他は？いや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 、やだ、教え。何でもって言ったから俺は聞いてるだけだよ。しょうがねえな、デートしようぜ。もうこれだから、宮子は。試験結果お疲れ様。あれ、なんか、こないだスケート誘ってダメって言われて、場所が嫌だって言われたんだよね。河川敷どう？河川敷やっぱ。うん、え？約束したからね。絶対。やった。忘れないでね。やったけど、忘れたらこれ、俺このときメモ4終わるんじゃないか。あ、よかった。忘れることもできない、多分ね。わかったよ、それじゃあ。やった、楽しみだぜ。本当に楽しみか？これはなんか、事務的なデートじゃないのか。じゃあもう本当は他の女の子誘いたいところなんだけど、まあ、一回宮子とのデート終わってからでいっか。別にまだ、遅くはないよね、それでも。ちゅうわけで、どうしようかな。体調回復、していこうかな。やる気普通だからなんか、勉強とかしとく？うん、来年に向けて勉強でもしようかな。特にやることねえな。いいね、文系。いや、行くよ、デート。もう大丈夫なの、宮子。あ、多分俺に負わされた傷だから、俺が直すしかないんだろうな。うん、やめろ、やめてくれ。あ、あれ、なんだ、夢か。むなされてんじゃん。なんか恐ろしい夢だった気がするんだけどな。絶対あのウサギだろ。うびっくりした。いや、マジでびっくりした。左耳からバカでかい宮子が出てきた。あー、でもまあ、あ、まあ、綺麗ではある。わー、びっくりした。怖い夢見たの？大丈夫？マジ、今が一番怖かった。それよりなんでお前がここに？今日、デートの約束してたよね。忘れてた。お前マジってか、お前ってか俺、一言一句気をつけてくれ。いつ地雷踏むか、踏むか分かんないからな、こいつに関しては。あ、もちろん覚えてます。うん。本当？はい、覚えてます。ほんとほんと、すぐ支度するか、家の前で待っててくんないか。家の前とかも待たしていけないからな、ほんとは。わかった。じゃあ待ってる。はぁ、心臓に悪いやつだ。とにかく早く支度して出かけよう。危ねえ危ねえ。パンツ脱ぐとこだったぜ、今。朝からパンツ脱いでさ。いや、やめとこう。やめとこう。お待たせ。もう。会話ソムリエも発動してる。来てくれないかと思った。あと少し遅かったら、私、生きてなかったかも。なるほど。今さ、俺、なんか寂しがり屋で、うさぎさんみたいだねって言おうと思ったんだけど、まあ、うさぎってそういう意味であのうさぎなのかな。もしかしたらワンチャンあるかもね、そういうのね。あ、脅かさない。冗談だろ。
なんか自分を投影してるみたいなね、感じだったよね。じゃあ行こう。オッケー。じゃあ、あとの半分は？おい、雰囲気変わりすぎだって今ので。あんまり言わないようにしよう、もう。今日はこの辺りを散歩しないですか？聞きたいこともありますし。うん。つまんない、こいつとのデート。何を聞こうかな。こんな時に好きなものなんて聞けなくない？ね、悩み聞いていい？悩み聞くしかなくない？どうされました最近。ところでさ、みやこは悩み事ってあるのですか？鈍感な人につい振り回されてしまうこと。あ、そうか。他には？いや、俺は気づいてるんだけどな。あ、うん、だいたいこんな感じでいいかな。満足した？いや、まあ、半々ぐらい。やっぱあれかな、他の場所行けないのはここで聞かなきゃいけなかったのかな。帰りも一緒だよね。あ、一緒です。お隣同士なんですから当たり前ですよね。じゃあ一緒に帰りましょうか。敬語になっちまう。怖すぎて。じゃあもう一回美和子電話する。てかもう14日だからさ、ホワイトデーなんで俺返さなきゃいけないんだよ、美和子にチョコ。あとふみちゃんにも返したいな。もしもし。美和子だよな。何？今日ホワイトデーだったからさ、一応聞いとく？そんなこと。他は？でこれでマイナスなんだよね。まあ、デートしよう。連日付き合わされるのやだなぁ。まあ、しょうがない。他どうすればいいんだろう。ちょっと気分転換に植物園とか行かない？行けんのかな。頼む。ごめん。普通に断られちゃったね。じゃあ。いや、だってふみちゃん行きたいよ、こういう時こそ。他の女で気を紛らわせたいよ。でも無理だな。また襲ってきちゃうもん。じゃあまあ、寝ますか。いや、まだ勉強していいかな。勉強しよう。あら。まあ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 。はい。お？いや！なんかこれもちょっと恐ろしい。100人大倉美和子。100歳バビネチンタ。なんかこれも怪しくないか？手回されてない？みやこに。私と近い点数だね。みたいな。そういうことじゃないの？やだー。助けて、早く誰か俺を解放して。よっ！お前ら。それ。助けてくれ、マジで。こいつらには電話できるんだよな、一応。あふみちゃん。だね、勉強もできるんだ。たまたま山が当たっただけだよ。そんなことない。いやーマジでもうなんかずっとさ、肩に何か乗っかってるんだよね。なんだか今日は学校全体が甘ったるい感じだな。来た来た来た、ホワイトデーや。そうだろう、今日はホワイトデーだからな。あ、ただし、あ、お前もちゃんと準備してきたんだろ。いる？まあね、ただしは。俺はチョコ受け取ってないって。返すのが面倒だからな。本当に誰一人受け取ってないんだな。そっか。なんかそうなるといよいよ怪しくなってくるけどな。どうせ俺には関係ねえ。あ、学ぶ。嫉妬はよせ。みっともないぞ。余計なお世話だ。バレンタインも、ホワイトデーも、滅びてしまえ。こうはなりたくないよな。両極端の二人だな。ホワイトデーのお返しか。え、いや、返すよ。実は一個だけ特別なの。そういう感じ？いや、でもさ、あ、はるちゃんに戻せる。あ、ここでアプローチできんだ。いや、でも、だって、いや、ちょっと待って。いや、ごめん、これ。いや、ほんとは、本当は、みやこ、
行くべき？行くべき？え、マジで悩むこれ。いや、みやこ行くわ。なんか、ふみちゃんはなんか、来年待ってくれるかなっていう希望的観測ですけど。俺のただの願望でしかないんだけど、まあ、来年渡そうかな。とりあえず、みやこの先にね、この爆弾を処理しなきゃいけないから。よし、みやこに渡そう。いや、渡そうじゃない。ああ、渡さなきゃな。みやこはどこかな。待って、これは俺が悪いんだからさ、もう俺が処理しなきゃいけないでしょ。せめてこういう大きなイベントで巻き返さないと、取り返しつかないんじゃないかなっていう。これバレンタインのお返しなんだけど、受け取ってもらえますか？あ、ちょっと、あからめてる。うん。あの、私のチョコ、開けた。いや、それわかんないんだよ、俺。うん、ちゃんと食べて美味しかったよ。あ、そうそう、中に紙が入ってたから言われた通りにやった、ちゃんとやってんだ。あれ、何だったの？なんか名前書いて燃やしてね、みたいな。12時に。そう。そうなの？何？やっぱりダメだったんだ。何ダメって。なんかがっかりしてる、みたいだな。え、これ完全に、俺の介入しようがないイベントなんだけど。え？普通に私そんなんだか。もっとイチャイチャイベント見れたんだけど、ふみちゃんに渡せば。ああ、やっと学校が終わった。さて家に帰るか。全部なんか、みやこに根こそぎ持ってかれてんだけど。あれ、こんなところで誰かうろうろしてんな。ひょっとして、あれ、みやこか？みやこはこんなところで何やってますか？何をされておりますか？あ、出た、昇進度。なんでもない。一応、だから、みやこの、まあ、回復イベントは、まあ、できてるんだろうね、きっと。なんでもなくないだろう、地面を見てうろうろして。なんでもないったら。あ、よ、言えよ。ひょっとして、なんか、何か探して、ああ、うん、うさぎさんの目。なんか言ってたな。え？うさぎさんの目のボタン、いつの間にかなくなっちゃってて。目は大事だとか言ってたよね。あ、ボタンか。本物の目玉かと思ってびっくりした。お前はなんか極端すぎないか、思考が。どうしよう。あのボタンがないと、私。鈍感なのか、なんか、スピリチュアルなのかよくわかんねえや。そんなに大切なのか、そのボタン。よし、わかった。俺も探すの手伝うよ。いいぞ。でも。気にすんなよ。それで、どのあたりを探せばいいんだ？じゃあ、そっちを探して。私は、こっちを探すから。わかった。みやこもさ、実はポケットに入ってて、めちゃくちゃ申し訳なさそうに、出てきてほしいわ。これ入ってました。本当にごめん、今までごめんなさいって言ってほしい。ああ、全然見つかんない。みやこ、そっちは。ダメ。見つからない。ポケット一応確認して。本当にこの辺りで落としたのか？うん。この辺りで、うさぎさんに話しかけてたから。ねえ、あんまり俺こいつに触れちゃいけないんじゃないかな。そっか、でも小さいボタンだからな。漠然と探すのは結構きついよな。やばいやつなんじゃないですか？あなたは、帰ってていいよ。ちゃんと探すよ。みやこは。見つかるまで探す。俺も探すって。でももうすぐ暗くなるぞ。それでも探す。あのボタンがないと、私。どうしてそんなにそのボタンにこだわるんだ？他ので代用できないのか？あのボタンでなきゃダメなの。だからなんで？だからどうして？覚えてないの？あのボタンのこと。忘れてるんだから言ってくれよ、ボタンのこと。私たちが小さかった頃、あなたと二人、家の近所でいろんなところを探検したの。覚えてる？お前覚えてないって。それでね、破れたフェンスをくぐって、公園に出ようとしたとき、私、ウサギさんの目をフェンスに引っ掛けちゃったの。ああ、そういえばあの時もウサギさん持ってたっけ？そのせいで、ウサギさんが固めになっちゃって、私ワンワン泣いちゃって。いいじゃん、別に義眼でもかっこいいよ。ああ。いつまで経っても泣き止まない私に、あなたは自分の服のボタンをちぎって渡してくれたの。義眼じゃなくて赤眼か。どうでもいいな。じゃあひょっとして今日なくしたボタンって？うん、あの時、あ
なたがくれたボタン。そうだったのか。みやこは今日までずっとそのボタンを大切に。ちなみにそのボタン、俺のあの、ジーパンのボタンなんだけど。社会の窓のボタンなんですけど、それ。だから、絶対に見つけるの。でも、みやこ、気持ちはわかるけど、本当にそろそろ。だから、あなたは帰ってていいの。私、探すから。わかったよ。俺のパンツのボタンあげるから。このトランクスの。こんな意地張るなよ。意地なんて張ってないもん。張ってるじゃないか。だって、私の大切なボタンなんだもん。でも、これだけ探しても見つからないんだし。いや、見つかる。絶対に、絶対に見つかる。でも。絶対に、絶対に見つかるもん。お願いだからそんな子供みたいなこと言わないでくれ。お前もう17だろ？もういい年してんだからさ、スペアで勘弁してくれよ。見つける。見つけるまで探すもん。あなたからもらった大切なボタンなんだから。またあげるって、そんな過去にとらわれすぎだよ。あれがなくちゃ、私、だから、探すの。見つかるまで。ああ、もうそんな顔しそう、悲しそうな顔すんなよ。だって、ボタンの代わりくらい、俺がいくらでもやるよ。そう、だから言ってんじゃん、もうパンツのボタンあげるって。ほら、ボタン、俺今ちぎったよ。ミシシって言ったもん。ボタン、これ使いなよ。でも俺の、あれが出ちまうよ。ボロン。でも。いいから、ほら、早くしないと俺警察捕まるから受け取って。パンツのボタン。ちょっと匂うかもしんないけど、ごめんね。いいの？まあ、いいよいいよ。しょうがない。あ、みやこと、さきさんのためだよ。そして俺のためでもあるから。今度は取れないようにしっかり縫い付けんだぞ。うん。ありがとう。あと一応アルコールで消毒しといてね、それ。いや、もう遅いから一緒に帰ろう。うん。ねえ。ん？あのね。このまま手をつないでいってもいい？昔みたいに。もういいよ。でも一回チンチン触ってるけどいい？あ、いいよ、手つないで帰ろう。うん。さっきボタン取るのに触っちゃったから。いや、こういろいろごめんな。うん、もういいの。もうマジでごめんな。本当はこんなつもりじゃなかったんだけど、お前のパートなんか下ネタばっかでごめんな。マジでいろいろあったけど、みやこに笑顔が戻ってよかった。ちゃんとしたいいイベントなんだけどね。もう寂しくないよ。ああ、会話されんのか？でもさ、こんなイベント見せられて俺他の女手出せなくない？ねえ。何びっくりした。ね、起きて。え、なんかめっちゃ可愛いんだけど。むにゃむにゃ。ねえ。起きてったら。なんか ASMR 始まってんだけど。あと5分。うん。起きなさい。あ、いつものだ。うわ。ええー。おはよう。みやこ。おはよう。ああ、みやこ？何？いや、ああ。何よ。なんかずいぶん綺麗になったんじゃないか？いや、そのなんとなく雰囲気は変わったなって。そう？いつもとは変わらないわよ。なんか若干心なしかさ、ポニーテール作る位置、いつもより上じゃない？あれ久しぶり見たからかな？なんか上になってない？気のせいかな？そうかな？そうそう。ほらほら、早く着替えないと学校遅刻しちゃうわよ。ちょっと昔のみやこと比較したいな。あ、うん、あのさ。どうかした？みやこがいると着替えられないんだけど。あ、ごめんね。着替えたら一緒に学校行こうね。え、なんか可愛くない？普通に。あれ？俺、あれ？寝ぼけてんのかな？目、コシコシ。やっぱりなんか雰囲気変わったよな。なんか急に化けたな、みやこ。忘れ物ない？
ハンカチとか財布とか。あ、持ってます。僕、美和子からもらったハンカチ。大丈夫だよ。じゃあ行きましょう。あ、でもまだ財布もらってないから財布も欲しいな、グッチのやつ。あ、そうだ。あ、何？あのね、今まで私女の子の情報を教えてあげてたでしょ。ああ、あれ、まさか。もう教えないか。おいおい、あの音楽室の女の子ぐらいは最後教えてくんねえか。え、どうして？名前知りてんだけど。教えないったら教えないの、分かった？いや、じゃあ本来なら全員攻略するなら美和子は最後に回さなきゃいけなかったんだね、多分ね。うん、いろいろと困るような困らないような、どうしてもダメダメ。まあいいよ、でもクソ可愛いから美和子が。ああ、美和子はそう言うなら仕方ないよな。分かった、もう聞かないよ、もうお前だけだよ。でもさ、なんで急に教えないなんて言うんだ。ほんと鈍感なんだから。でもそういうとこが好き。鈍感はないだろ、出家な。じゃあそういうことだから私先行くね。とか、もう女の子の情報は聞けないのか。厳しいな。これはもう鈍感とかいうレベルじゃなくねえか。感情を知らないだろ、俺はロボットだろ。お前のことが、てか俺のことが好きなんだよあいつは。別れ、心に刻め。ちゅうわけで、なんかいろいろシステム的にはね、不便になってしまったんですけど、まあ、都、陥落だよね、これは。落とせたに、ちぎえねえ。あ、リュウコウさんだ。お、久しぶり。え、なんか、え、やべえ。やばすぎ。目が怖すぎ。ちょっと待って、これ。こいつが爆弾抱えてたタイプだ。リュウコウジさん。もしかして知らないうちにリュウコウジさんを傷つけていたのかな。何あの目。ドラゴンみたいだったんだけど。ガチのリュウコウジだった。シャイニングドラゴンテンプルだったわ。今日は卒業式だ。3年生が卒業する日だ。卒業式は体育館でやるんだっけ。あ、これまさか。え、さつき先輩卒業する？だ、一個上だよね。卒業生の中には、あ、卒業生の中にはもう泣き始めてる人もいる。来年は俺も卒業か。で、それどこじゃない？そろそろ同時だ。喋んじゃね？あ、終わっちゃった。言うこと足りなかったかな？よ、卒業式、無事に終わったな。ああ。俺たちも来年は卒業か。誰かに告白されるといいな。夏木先輩は告白？あれかな、2年のうちに有効度上げないとイベント発生しないみたいな。そんなことないけど、なんで誰かに告白されるといいんだ。自分から告白すればいいんじゃ。それができれば苦労しないっつーの。結果の見えてる勝負はしない主義なんだよ。まあでも利口だな、これは。うん、正直、負けが見えすぎてる勝負もあるからな。なんという後ろ向きなやつだ。まあ、告白するにしろ、されるにしろ、当てはあるのか、お前ら。がっ！そう、半々でようやく告白できるレベルだからな。当てか、あるのかな。よ、え、おい。普通に病気になったんだが、ノイローゼになってしまった。え、やばすぎない？ちょっと待って、え、ガチでやばいんだけど。初めての、え、こんなにステータス下がんの、やばいね。ちわけで、あれカレンダーが見えない。え、カレンダー見えない。休むことしかできないのか。なるほどね。というわけで、まあ、休んでいきたいんですけど、イベントも多分出てきちゃうから、まあ、今日はここまでで。まあ、都、ようやくね、復活ということで、まあ、かなり強いヒロインになったんじゃないでしょうか。俺が育てました。冴えない彼女を育てました。というわけで、また次回やっていきましょう。バイバイ。